日本コネクションにお越しの皆さん、こんにちは。監督の内藤英介です。本作許された子供たちは加害者家族をめぐる物語です。日本は家族という共同体を重んじるあまり、犯罪が起きた時に加害者本人だけではなく加害者家族を過剰にバッシングしてしまうという面があります。 SNS の浸透により、加害者家族の実名、住所、職場を特定して、ネットにさらして嫌がらせをするということが増えています。コロナ禍の現在では感染者の家族や医療従事者の家族がネットにさらされて、嫌がらせを受けるということが起きてしまっています。そこには自分自身が加害者になること、加害者家族になりうることといった視点が抜け落ちています。なぜ、被害者になりうることは容易に受け入れられるのに、加害者になりうることは、考えようとしないのか、受け入れがたいのか、そういった矛盾を本作では描きました。ドイツの皆さんにはどのように映るのか反応が楽しみです。ごゆっくりご覧ください。